ドミニカ共和国の首都サントドミンゴの植民都市は、クリストファー・コロンブスらによって建造された、新世界における最初の植民都市で、イスパニョーラ島南部に所在する。16世紀前半には新世界で、最初の大聖堂や病院、大学などが建てられた。その歴史的価値から、ユネスコの世界遺産に登録されている。2007年現在、ドミニカ共和国唯一の世界遺産である。 サントドミンゴサントドミンゴの植民都市は、交互では植民権とも呼ばれる。植民都市は、サントドミンゴ市の現初の区画の一部分で、1500年代にまで遡るものである。市内を2分するおさま川の西端に位置する。今日の区画は5平方キロメートルにも満たないが、コロンブス宮殿、おさま取で、アメリカ主座大市教座聖堂など多くのランドマークがある重要な地区である。 サントドミンゴ周辺の衛星写真かつての都市は、オサマ川からコンデモンに伸びる防壁に囲まれていた。コンデモンは、後輩地に続く唯一の門であり、19世紀後半までは都市の最も遠い境界でもあった。スペイン人たちは、ここにアメリカでの最初の拠点を設置し、その後アメリカ大陸本土を征服していった。スペイン人が、メキシコ、キューバ、 他南アメリカ各地を手に入れていった後は、彼らの注意は大陸本土の方に一層向けられるようになったが、それでもサントドミンゴの植民都市は重要な歴史的都市であり続けたのである。丸石で舗装された風でラスダマスは1502年に遡る最古の街路である。この歩行者専用路に多くのランドマークが並んでいる。植民都市内には二つの重要な商業地がある。 カジェデルコンデとアベニガドゥアルテである。どちらにも多くの店舗やカフェが立ち並ぶ。アベニガドゥアルテは地元のショッピングセンターといったところだが、より観光客受けするようにとの再開発計画の波にさらされている。ラスアタラサナスに隣接するプラサデライスパニーダは、改修され拡張した広場で、商商店やレストランが集まっている。この地域は、 アメリカ州で最初にできた商業的中心地の一つであり、今なお商業活動のハブとして機能している。コロンブス宮殿は、その名の通り、かつてはクリストファー・コロンブスの一族が居城として用いた建物で、もともとは1510年に建てられた。現在は博物館として整備され、当時の調度品などが展示されている。サントマリア・ラ・メノル大聖堂は、1540年に、 建造され、コロンブスの遺体を安置していることで知られている。セビリアのセビリア大聖堂をモデルにしており、創産後石造りの大聖堂である。取座大司教座聖堂の外観取座大司教座聖堂の内観植民都市のランドマークや文化的意向の多くは、スペインによる植民地時代に建造されたものであり、中には抜本的な改修や手入れが必要なものもある。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。1992年、サントドミンゴには新大陸発見500周年を記念して巨大なコロンブス記念大灯台が建設されたが、莫大な建設費のため国民から建設反対の運動が起きた。この国ではコロンブスは必ずしも英雄とは見られていない。サントドミンゴ。 フラグメントスデパトリアバイバンラザーバス ISBN9993489816 ドミニカ共和国の世界遺産。ありがとうございます。